演舞開演。どうも、本日はこちらセブンイレブンのカツオ昆布のだし天ぷらそばを食べたいと思います。セブンイレブンのそばって初めて食べますね。どんなんなんだろう。中身はこんな感じですね。ちょっと剥がし方が下手くそでした。あと天ぷらがちょっと残念なことになってますが、構わずいきたいと思います。お湯入れます。結構入れる必要ですね。お湯では、出来上がるまでしばしお待ちを。出来上がりました。ではいただきます。ね、年越しのそばもお願いできますか、あなた。細麺のそばがあり、ほのかに香ばしさがあり、それをすすった時の勢いによく香ばしさが広がって、とっても美味しかったです。そして出汁もさっぱりしていました。この味なら年越しそばにもいいかもしれませんね。天ぷらがちょっと長くつけすぎたかなっていう部分はミスったかな。自分はどちらかというとサクサクの方が好きなので、でもまた食べてみたいと思いました。他の麺類も食べてみたいと思える、そんなそばでした。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。